シュンピーが入っているバンド、ハッシュタグ VK 好きな人とつながりたいを見ていただきます。このハッシュタグ VK 好きな人とつながりたいというのは、まあ、世界を目標にしておりまして、日本の文化を広めよう、ビジュアル系もそうだし、あと日本といえばこれということで寿司。寿司を広めようということで、普段の衣装は板前さん寿司の格好なんですよ。で、活動していて、僕も見たことあるんですけど、それでビジュアル系を歌うという不思議な、バンドなんですけど、今日は、シュンピーの、グッズ、変装グッズ、オペギのやつが発売されたということで、皆さんそれを着ております。なので寿司の格好ではございません、今日。ですけど1曲目が寿司食いねえです。その違和感だけは皆さん、あ、普段はこれ寿司の格好するからこの曲なんだっていうのを感じていただければと思います。それでは、びっくりします、5曲あります。ネタよりも多いですよ。5曲聴いていただきましょう。ハッシュタグ VK 好きな人とつながりたいです。それではどうぞ。渋谷始めようか。渋谷、こんばんは。それじゃあみんな、みんなでね、いつものやつやっちゃおうか。いつものやっちゃおうか。やっちゃおうか。行くよ、みんないつものやつだよ。行くよ。行くよ。僕たちが、ハッシュタグ、VK 好きな人とつながりたいです。どうもありがとう。本当にやってくれる人いてびっくりしたよ。ね、覚えてもらってありがとうね、本当にね。いやー、今日初めての渋谷ライブなんでね、最後までね、楽しんでいってください。いいですか？声が聞こえない。いいですか？ありがとう。さ、生きてるとさ、たくさん悩みってあるよね。あるね。そう。そんな悩みの中でもさ、僕たちが、そう、一番、悩んでることを歌にしてきたんでね、それ聞いてもらいたいと思います。それでは聞いてください。フォロワーが増えない。
キスじゃねえよだよ。今日ね、なんとね、新曲を用意してきました。なんかさ、生きてると納得いかないこととかさ、たくさんあるじゃん。なるほどさ。例えば戦争だったりとか、戦争ね、集中問題だったりとか、禁止差別だったりとか、そういった中でさ、僕たちが一番許せないこと、それを歌にしてきました。歌にしてきました。僕たちが一番許せないことというのは、乗り降りの激しい駅で、ドア横から降りないやつだ。ドア横から降りないやつだ。そんな思いを歌にしてきました。聞いてください。ドア付近。ここから飛ばしていきますよ、皆さん。ついてこれますから。ついてこれますか。まだ行きますか。できる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 か。OK、飛ばしていきましょう。YouTube 見ちゃうよ。次の曲でラストになります。ありがとう。でも時間はさ、限られてるから、次の曲でラストなんで、最後さ、みんなで一緒に歌ってくれますか。一緒に歌ってくれますか。ありがとう。それでは聴いてください。
ヘイヘイドクター、ヘイドクター、手術した後焼き肉食べ行く、ヘイヘイドクター、ヘイドクター、おばちゃん看護師にいじめられるんだ。あんまり見ないですけどね、ボーカリストが手にカンペ書いてあるんですよ。